いや、私前回撮影の時、前回の撮影の時って言ったからあえて言いますけど、前回の撮影の時高橋ディレクターは、はい、何この汚い親父みたいな接し方でしたね。多分俺も知らなかったし、そっちに早押しそうでした。前回本当に知ってて、あの本も全部一応読んでいい。あ、読んでたんですね。それでも態度が表れたと思う。そう、それは申し訳ない。こいつこんな数字回るんかと思ったらすぐメールして、すぐメールしてきやる。嘘です、嘘。テルトの社員が確かにね、10月目で出るってのは少なかったからね。そうです。そういう意味では良かったよね。ディレクターをやってて、私もう1年半ぐらいやってるんです。まだまだ短いと思うんですけど、まだ全然ヒットコンテンツ出せないなであったりとか、新しく入ってきたけど、どんどん視聴回数伸ばしてる子たちもいる中で、どうやってこの時期耐えたらいいのかなって思って。あー、周りと比べちゃうってことか。でも確かそれは悔しかったかな。3、4年目の時にジャニーズの番組やったことだったんですよ。で、ゆずりはくんっていう同期がいて、ジャニーズを使って渋谷のスクラムジャックをするみたいな映像のコンペがあった時に、ゆずりはくんに負けて、絶対俺の方が VTR 面白いと思うんだけど、ゆずりはより、ゆずりはより、なんかいいけどね、はい、あのゆずりはよりは俺の方が絶対 V 面白かったと思うの。それはとても悔しかったよね。ゆずりはくんは1年目で企画も通してたから、常に悔しかった。悔しかったんだけど、俺選んでるやつがやっぱおかしいと思った。ただでもそれは結構根拠があって、はい、これ根拠っていうのは客観である必要がなくて、主観的な根拠でよくて、めちゃくちゃやっぱ努力はしてて、例えばカメラだったら、めちゃくちゃ金使って、いろんな写真集買って読んだりとか、ナレーションって意味で言うと、もう好きな文章ひたすら書いて、昔の世界遺産ってすごいナレーション良くて、そのナレーションを見てみたら起こして、一回だけでも何回も起こして、なんか体に染み込ませるんですけど、すげえやってたんですよ。だから、絶対俺の面白いし、いい映像撮ってると自負があったから、で、それ客観でどう見たか知らないけど、俺はそう思ってたんだよね。それ自信持てぐらい努力するって。そうそうそう。どんくらい頑張ってますかな。それで言うと全然頑張ってない。だからじゃない。それで言うと大学と就活と動画制作の両立集中できてない気がします。え、就職してからディレクターなのに遅いんですか。それは遅くないと思います。でもそれで言うと私も普通に考えたら就職なんていけないと思うんですよ。でも今楽しいのはディレクションだからそこに行っちゃってる気がします。どっちもありですけどね。今楽しいのはディレクションだと思うなら、ダイヤリーさんに入社するなり、他の制作会社さんにもうコンテンツ作る大きな会社とか、あるいはもっと専門的な、チェックの専門的な会社とかに入ったら、ちょっと今見えてないものもっと盗めると思うんだよね。だから別にそれ一回動画作りやめて、就活して入って盗みまくるみたいな方もある。どっちもありますよ。だけど、俺どっちかっていうと後者を進めるかな。やっぱテレビ東京にいて、スキルというよりもマインドとかですごい学んだことは多かったですよ。テレビ東京から高橋さんが映ったって聞いて、あ、ちょっと本気で頑張ろうと思って。頑張ってサイバーエージェントに入ることだね。僕らみたいなスタートアップ企業で、かつ、まあ、コンテンツを軸にした事業を作る会社で、採用がもう一番大事だなと思ってるんですけど、難易度高いなって、やっぱ改めて毎回思いますね。採用ですか？採用で。どうしてもやっぱ順番的には大手に行っちゃうか。はい。で、それは僕と自分自身の器の問題だなと思って。いやいや、でもそれは、チュンさんの器っていうか、普通にそうだよね、だって。ダイアリーとサイバーエージェントの方どっち行くの？やっぱそうなのか。思考ゲームとしては、はい、どうしたらじゃあサイバーエージェント内定した後に旬ダイアリーに来させるかっていう思考ゲームは面白いですよね。どうしたら行く？正解を教えてくれる先輩がいたら行くと思います。今みんな先輩がいない状態で一人で試行錯誤してやっていかないといけないみたいです。しんどい。俺でもちょっと違う気がしてて、それも一個あるよ。正解を教えてくれる先輩がいるかどうかっていうのは、なんとなくどこの会社にもいると思うよ。そこはね、なんか人とかじゃなくて自分の、まあ、意識の問題だと思うんですよね。自分の意識がそうじゃないと成長しないと思うから、そこはちょっと意識変えれば誰しもが師匠みたいになれると思うんですよね。俺も、まあ、今零細企業立ち上げたばっかりだけど、思うのは働き方の魅力を伝えることでじゃないかなと思ってて、うん、まさに俺サイバーがそれやってくれたから好きだったんだけど、はい、もし高橋さんがとあるメディア系の企業、大企業はそこの仕事しかできない、しゅんさんの会社は8時間働いてくれと、例えばプラン A としては8時間働いて、それ以外は副業自由だと、他に書籍の出版も見てみなよと、ライターもやってみなよみたいに言われたら、いろんな道見れるじゃない、はい、という提示の仕方もあるし、プラン B としてはなんか12ヶ月に1ヶ月は自分の好きなことだけやって給料1ヶ月渡すよ、うん、みたいに言ったら来てくれるかもしれない、うん、そしたらちょっとどうですか。
行くと思いました。いや、でもそのさっき教えてくれる先輩がいないって言ったんですけど、根本そこじゃない気がするんですよね、うん、なんか自分でも言ってちょっと違うなって思って、うん、なんでその2企画でやったら栽培選んじゃうの。いや、それは簡単に言うと栽培でのキラキラしてブランドとか、まあね、ビルも大きいし年収も高いし安定だし潰れないしとかいろんな魅力あるじゃないですか、うん、まあ、それをなんかいろいろ隠すかもしれないけど、本音は金がいい、キラキラしてる、潰れなさそう、安定、箔もつくし、まあ、モテそうだし楽しそうだいい男との出会いも多そうだもうそういうことじゃないですか。しゅんさんと俺は零細企業同士、はい、そこにチャレンジしていきたいよね。いや、そうですね。いや、チャレンジしないとね、俺ら潰れちゃいますもんね、はい、でもなんか俺らはずっとそうやってたら、仮に何割かの打率で優秀な人材ちゃんと取れば、はい、大企業が変わると思うんだよね。あー、確かに。で、大企業がそれ日本全体変わる、変わるじゃん。で、そうなった時が日本の次のステージだよ。だから零細企業を頑張るしかない。大企業はやるメリットないんだもん。それそうですね。採用競争において負けてる零細企業がやり始めて、須賀さんみたいな優秀な人材しゅんさんと来るじゃないですか。したら大企業焦るわけよ。みんな向こう行っちゃうぞ、俺らも準備しないとなって思わせてからがちょっと楽しみだよね。そうですね、うん、僕らも高橋さんみたいな人を仲間にしちゃうんですよね、うん、ってなった時にどういう要素があったら採用というかできるかっていうのを。2つですよ。金か金かでもその取り組みが面白いと思うから、面白いをもうちょっと具体化して言うと、それが自分が本当はこうであったらいいなと思う社会とかに近づくための取り組みになってることがありますか、うんうん、就職活動とかっていわゆるいびつな構造というか、どうしても終身雇用、一括採用、年功序列の3セットで、正直もう時代錯誤じゃないですか。基本的には僕も就職してないし、新卒の就職活動だけが幸せになる手段じゃないと思ってるので、もうあくまできっかけだと思うんですね、うん、だからその構造をぶっ壊すような事業を作りたいんですよね、うんうん、でその手段の面取りが就活のアニメメディアだと思ってるので、うん、そこはちゃんと伝えたいメッセージを伝えるためにも強くなりきらないといけないなと思って、うん、そこはどちらかで引きつけないとなと思いました。就活は確かに本当にいろいろ課題が多い業界だから、はい、そこはなんか俺らもビジネス動画メディアじゃないですか、はい、だから本当に協力してやっているふりをして、はい、しゅんさんのいいとこだけ引き継いで丸パクリしてやるっていうのは大人も結構いると思うんだよね。そこに対してのいやいや、うちはパクれませんと、うん、これはうちでしかできないんですと、うん、なんかしゅんさんに熱く言われたらすごい協力したくなるかもしれない。あ、じゃあ引き続きよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。シュンさんの前では言いづらいけど、ガチレスすると大企業まず泣いてもらう。泣いてもらった上でシュンさんにこう問うべきじゃない、その迷ってると。どう私を評価してくれますか、年収とか待遇、働き方でどう評価してくれますかっていうのが本当のシュンさんの思いじゃないですか、うん、そこに対して自分の評価と見合ってればシュンさんのとこ行くのもありだと思って、シュンさん本当に期待してるなら、はい、なんで評価されたい。それ金銭的な評価もそうだけど、新規事業で目指してくれるだろうし、使われるというよりも戦力として扱ってくれるだろうし、はい、でもそこが納得いかないんだったら、まあ、給料の比較だけじゃなくて、大企業福利厚生もでかいですから、ね、はい、あと学べることも多いから、はい、まあ、週4日でいいですかとか、はいはいはい、1日はなんか自分が好きな会社でインターンさせてくれとか、はい、それと最後の交渉する。一旦相手取った方がいいですね。そうやだから、交渉力がないと、はい、価格交渉する際の武器がないと。はい、一旦相手取ります。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。